こんにちは、柴田です。今回はフェルナンデスファン必見の鳴らし比べです。今回鳴らし比べるのはこちらの2本。もう見ただけで皆さんお分かりですよね。どちらもレビュー動画上げてるのでぜひご覧いただきたいんですけれども、こちらは X ジャパンのヒデさんのモデル MG450X、 通称サイケのドンズバになります。そしてこちらの方は滝川一郎モデルです。クレーズ時代の初期に使用していたモデルになっておりまして、若干カスタマイズしてフロントのピックアップを EMG81 から89に変更しております。この2本はですね、僕が高校生の時にめちゃめちゃ憧れたギターです。まさかですね、この2本を鳴らし比べることができるとは夢にも思っていなかったです。ざっくりなスペックをご紹介いたします。まずこちらの MG450X ヒデモデルですね。ピックアップはリアが EMG の81で、フロントがディマジオのデュアルサウンド、スーパーディストーションの4芯のバージョンですね。フロントはタップができるようにスイッチがついております。そしてボディはモンキーポッドがウイングになっておりまして、ネックはメイプルスルーネック仕様になってます。続いて滝川一郎モデルです。まずピックアップですね。リアはヒデモデルと同じ EMG の81が乗っておりまして、フロントは EMG の89に乗せ替えております。これはですね、実際に滝川一郎さんも89にしてた時があって、特性としてはですね、この89タップができるんです。先ほどのヒデモデルもタップができるようになってたんですが、こちらもですね、タップができるようになっておりますので、フロントのクリーンはどちらのギターもタップ仕様でいきたいと思います。ボディはホンジュラスマホガニーのバックにキルトメイプルのトップ、セットネックの構造になっておりますという感じで、スーパーギタリスト2名のモデルをがっつり鳴らし比べていきたいと思います。Thank you.
We'll be right back.